宮崎サンシャインレディ最終選考会スタートです。ありがとうございます。ありがとうございます。本日私司会を務めます木村つづくと申します。どうぞよろしくお願いいたします。エントリーナンバー5番椎谷るいさん。エントリーナンバー6番須藤梨沙さん。エントリーナンバー9番成合丸美香さん。私たちも2年前この公開審査を経験しましたので、今このステージに立っておられる方々の気持ちがとてもよくわかります。どうぞ本日はサンシャインレディへの思い、そして宮崎を愛する気持ちを審査員の方々、そしてこの会場の皆様へ届けてください。ありがとうございました。さすが先輩ですね。もう声が出てますもんね。私も宮崎の光の一夜行になったら自分にできることを精一杯する所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。たくさんサイト宮崎牛も有名ですので、県外から来てくださるという方には、食の美味しさを通じて宮崎の良さを伝えていきたいなと考えています。以上です。約3年ほど働いておりました。仕事で辛いことや悔しいことがあった時、私を救ってくれたのは皆様の笑顔と温かいお言葉でした。この3年間でたくさんの方と関わってきましたが、皆さんのその温かさをすごい痛感することができ、人と関わることがさらに好きになりました。そして最後に、私、この素晴らしい宮崎を全国に発信して、この明るい性格と誰にも負けないような明るい性格と、そして今までの経験で培ってきたことを生かし、全国の方との交流も深め、私自身宮崎と共に成長していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。須藤梨沙さんでした。ありがとうございました。最近の趣味はゴルフと料理です。ゴルフだとティーショットは200ヤード以上飛びます。ただアプローチはまだまだ練習中です。料理はですね、特にパン作りが大好きです。私の長所は笑顔と体力、そして子供から大人までどんな人々とでもすぐに仲良くなることができることです。聞いたことがあるという方、嘘でもみんな手を挙げてください。はい、ありがとう。もうすぐ下ろしてください、すぐ下ろしてください。はい、いや非常に多かったですね。ありがたい限り。じゃあ、宮崎ケーブルテレビのテゲテレという番組を見たという方、あ、こちらもありがとうございます。月、水、金、ね、生放送やってますんでね、カーモクも見てくださいね。あとは今日もやったんですけども、MRT、土曜の番組ですね、ドーンという番組、朝見たことがあるという方、あ、なるほど、ありがとうございます。
これ内緒ですけども、今日あの視聴率を測る日だったんですよ、放送が。ねえ、前日にイベントがあればね、もう PR できたんですけれどもね、今日見てもらったかな。あのアッパネルを見ていただいてありがとうございます。アッパネルっていうねコーナーがあるでしょ、めくるやつ。あれ今日全部めくるっていうのやったんですよ。無謀でしょ、生放送でめくれなかったら僕土下座しないといけないって、怪我するの僕だけじゃないですかね。でも見事綺麗にめくれたんですけどもね、皆さん今後ともハイブリッドモーニングテゲテレドーン、まあ、僕もあのくだらないことばっかり言ってますけれども、またご愛顧いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあじゃあね、宮崎氏、ありがとうございますね。適当なことだったらどれだけでも喋れるんですけどもね、みんなこうねちょっと終わった安堵の気持ちとこれから発表されるね緊張の表情ですね。さあ12名でございます。皆様拍手ありがとうございます。発表いたします。エントリーナンバー5番、椎谷るいさん、おめでとうございます。エントリーナンバー6番、工藤梨沙さん、おめでとうございます。エントリーナンバー9番、成合丸美香さん、おめでとうございます。おめでとうございます。以上3名ちょっと鳥肌が立ちましたね。いよいよこのタスキをかける瞬間です。ではお一人ずつ、サンシャインデリットをして認定いたします。国際観光リゾート都市宮崎の顔として全国に宮崎の良さを紹介していただけるようご活躍を期待しております。平成27年6月6日宮崎サンシャインデリー選考実行委員会委員長高島博之。おめでとうございます。認定賞、須藤梨沙殿、以下同文でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。認定賞、成合丸美香殿、おめでとうございます。お金いらないですか。おめでとうございます。今のお気持ちはいかがですか。まあ、マイクの使い方からですね覚えていこうかと。入りました、どうぞ。失礼いたしました、ありがとうございます。本当に選ばれるとは思っていなかったので言葉が出てこないんですが、これから2年間一生懸命3人で力を合わせてもっと宮崎について学び努力し PR していきたいと思います。本日はありがとうございました。ルイさん、おめでとうございますね。溢れてきますね、今までね緊張と頑張ってきたことがね。さあ続いて須藤梨沙さん、お願いします。本日はありがとうございました。こういった機会をいただけたことにすごく感謝しております。私自身こういったことに挑戦をすることが初めてだったので、こうやって素晴らしい賞をいただけてとても嬉しいです。その反面、今から2年間厳しいこともあると思いますが、3人で力を合わせて宮崎を全国に発信していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。おめでとうございます、ね、これからの、ね、希望が本当ありますね、たくさんね。さあでは成合丸美香さん、お願いします。今日は本当にありがとうございました。今
ても嬉しい気持ちでいっぱいです。特にサンシャインレディーになりなさいよって幼稚園生の頃からお母さんに言われてて、いつか絶対このチャンスを自分のものにしようと思って頑張ってきました。今日は恩返しができたかなと思う気持ちでいっぱいです。選ばれたからには責任を持って宮崎のために役立てるよう努力します。よろしくお願いします。おめでとうございます。幼稚園の頃からの夢を叶えたんだね。お母さんが嬉しくてのけぞってました今ね。お母さん本当おめでとうございます。ね、名前丸美香さん、ね、本当にこの丸袖宮崎をね、どんどん PR していただきたいですね。写真撮影などお願いいたします。